あ、皆さんこんにちは。ウォシュレットの良さは洗うことじゃない、出せること。ということで、今藤枝の駅に行きました。ナッシュっていう車屋さんに向かってるんですけど、我がドラオちゃんを受け取りたいと思います。エスカがね、無事旅立っていったので、その次の車を買ったということで、まあブログとかツイッターとかちょっとフォローしていただいている方は、若干ネタバレでもうすでに知ってるよという方もいらっしゃると思うんですが、タンドラコちゃんを買いましたんで、これから受け取りに行きたいと思います。到着。やたらかっこいいのが一台止まってんな。あ、おはようございます。めちゃめちゃビカビカじゃないですか。超絶好きですね。これなんかラメ入ってるんですか、これ。なんかこう、あ、そうですよ、これ知らなかった。へえ。いや、マジピカピカっすね。すげえ。これって4駆でしたっけ。肉肉切り替えできます。あ、切り替えできるんですか、はい、これ肉だけのやつってあるんでしたっけ。タンドラありますよ。 あるんだ、はい、そうか。ナッシュさんのタケさんですか。タケちゃん、タケさん、ということで、今日いろいろやっていただきましてありがとうございます。静岡から藤枝市ですよね。そうですね、駅からちょうど、10分ぐらいのところなんで、はい、アメ車欲しいという人はここに、期待してください。お願いします。二中リフトが2機埋め込まれてるっていうね、この夢のガレージですね、本当ね。スナップオンのめちゃめちゃ高い工具箱が3つもあるしで、スナップオンの営業マンに言わされて買わされたパーツケースみたいなやつね。そうですね、あれはセットでついてきます。あ、セットついてくる、はい、なるほどね。そうそうそう。あんで、あれリフトで、リフトっていうかクレーンっていうかで上げれるようになって、もともとエンジンの作業をするためにつけたので。なるほどなるほど。それ今専用で上に乗ってあげてる。あ、めちゃめちゃ天井高いですねこれね。ということで今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。よし。いや、このビニールがなんかビニールがいいよね。おお、ライブエスカと違いますね。そうですね。あ、これ電動なんだ。電動です。すげえ。電動だったこれ。すげえな。あ、でこれポジションとこっちで合うようになるってことなんだね。なるほどね。じゃあすいません、どうもありがとうございました。はい、ててまたお願いします。うん。よい。おお、緊張する。すみません、どうもありがとうございました。どうも。おー、なんか静かだな、振動が少ない。ハザードどこだ。ハザードがない。ハザードこれだ。おー、なかなかいいじゃん。なかなかいいじゃんというか、スーパーいいよねいやー、なんかこの瞬間が一番ワクワクするよね。いやー、良いですな。かっこいい。ちょっとね、とりあえずコンビニ行って愛車を眺めたいいやー、もう今日は笑みが止まらん。発進が良すぎて転んでしまった。軽いな、なんかペダルとハンドルがエスカより全然軽い。ああ、まずはゲロリンが全然ないんで、まずゲロリンを入れましょう。レギュラー155円。こっちです。ついこうやってやる癖がなんか抜けないね。さあ、何リッター入るか。レギュラー満タン。何リッター入るかな。
エスカはね満タン120だったんだけど、多分これ満タン120いかないんじゃないかな。ちなみに給油量はメーターこんな感じ。残念、1万円で止まっちゃいました。とりあえず 62.89 なんだけど、これより、ね、入ることはもう間違いないんで、もう一回入れます。62リッターからそこからプラスします。はい、さっき 62.89 と 56.15 っていうことで、これ足すと 119.04。 いいなぁ。 119.04 ってこれもしかしたら120より全然さらにあるかもしんねえな。エスカのタンクの方がでかいかと思ったけど、そんなことありませんでした。ハンドル離したときにやや左に向くんだよね。今ねこうやって手離すと、もう今自然に車線変更できちゃうかなぐらい行くんで、これはちょっといただきっていうことで、アライメントの見直しとホイールのバランスと。でもな、1万1000キロでそんな狂うかな。1万1000で何もなくてアライメント狂いましたって。わかるかな、若干プル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 してるね、これ。ちょっとあの GoPro 手ブレ補正が強すぎるからプルプル感あんまりないかもしれないけど、まあ20インチのね285の55だったかな、まあ、でっかいタイヤ履いてるんで、まあ、バランス狂いやすいっていうのはまあしょうがないね。これは、対処法がなんとかできるんで、まあ、なんとかしましょう。今刈谷のハイウェイオアシスに着きました。100キロ走った本当の本当のほやほやファーストインプレッション、一番感じたのね、全部が軽かった軽いってなんじゃいって言うんだけど、エスカと比べてまずね、ドア開けた時にドアが軽かったんだよね。エスカの中でもっとなんちゅうのかな、ドア100キロありますみたいな、こいつはドア30キロですみたいな、そんな感じでね、わドア軽いなっていうのが一つ。次に乗ってアクセルペダル踏むとペダルが軽い、なんかこれはもうリターンスプリングが軽い感じで、次にブレーキ踏むとブレーキも軽いタッチでギュッて効く感じで、エスカはもうとにかくね、無ギュッて踏まないと効かなかったんだけど、こいつはなんかトヨタ車にある感じで違和感なく普通に踏んだら普通に効くっていう感じでした。車重とかじゃなくてなんかね、操作系が全部軽い。あ、そんで、あと前エスカね、このコラムシフトだったんだけど、ドラオは普通のゲートシフトなのね。このゲートシフトもやっぱちょっと軽いかな。このコラムシフトって結構なんかね、こっちにグッて倒してキュッてやるっていうなんかちょっと重たい感じなんだけど、それはちょっと違うかな。コラムシフトにまあずっとエスカで慣れてたっていうのもあって、コラムシフトの方がこのセンターコンソールの下っていうかな、ここがちょっと広く使えるっていうのはまあいいかなっていう気がするね。このドリンクホルダーとかはね、ちょっと遠くて、それは使い勝手ちょっとイマイチかな。車内はエスカと同じぐらいというか、まあそんなに変わんないかなっていうぐらい、あの静かな感じです。なんていうのかな、エスカ若干キシミ音がちょっと足回りかなんかカタ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 言ってたんだけど、まあそれは当然ないから、そういう部分ではちょっと静かに感じるかな。で、レーダークルーズコントロールがついてて、それはめちゃくちゃいいんだけど、一個ね、ちょっとめちゃくちゃ本当に残念すぎることがあって、レーンディパーチャーアラートっていうのがついてて、このボタンなんですよね。これがついてるんだけど、てっきり N 版とかベルファイアと同じようにハンドルを自動で切ってくれる、アシストしてくれるとばっかり思い込んでた。なんか全然切ってくんねえじゃん。なんだこれと思ったら、まさかのアラーム出すだけで自動で切ってくれないっていうね。
それはね、もう完全に勘違いしてて、TSS っていうトヨタセーフティセンスついてますっていうことだったんだけど、多分今の21年型のタンドラもそれはついてないっぽいね。電動パワーステの車だと、電動だからやっぱりこう制御はしやすくていいんだけど、これ油圧パワーステなんですよ。で、油圧パワーステにさらにハンドル自動で切ろうと思うと、さらにモーターくっつけてってやるとね、結構重たくなっちゃって意味ないよってことになるのかな。だから、もともと電動パワーステ車は多分ハンドルも来てくれるんだけど、残念ながらね、油圧ポンプなんで、それがね、できませんでした。結構こんな地味にショックでした。とはいえ、レーダークルーズコントロールなんでもうね、ブレーキとアクセルには一切触らなくていいっていうところはもうだいぶ楽かな。今回初めてハンドルアシストがないレーダークルーズコントロール乗ったんだけど、いや、やっぱりハンドルアシストすごいね。もう一回やったらやっぱ やみつきというか、やめらんないというか、多分実際には5秒ぐらい手放ししても、高速ぐらいのカーブとかだったら全く問題なく切ってくれるんだけど、やっぱりあるとないのとではもうだいぶ違うなっていうのはすごい感じました。まあそれだけがね、ちょっと勘違いしてたっていうのはあって残念だったかな。で、最初、新東名に乗って、た瞬間にもうね、105キロになるともうカタ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 して、え、なんかすげえホイールバランス狂ってんじゃん、これおかしいでしょっていうぐらいカタ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 なってたんだけど、ここに着く直前ぐらいね、もうほぼないぐらいだから、多分だけどタイヤがフラットスポットができちゃってて、長い間ずっとそこに止め置いてたもんだから、タイヤがね、地面でまっすぐになった部分がしばらく癖ついちゃった感じで、それが原因でハンドルがカタ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 振られてたっぽいです。あの100キロ走って今はもうほぼ切れないで、最初ねすごい左側にハンドルが流れてたんだけど、それもなくなってきました。なんでまあそれはタイヤのなんかフラットスポットかな、なんかどっか不具合があって、なんかタイヤ以外に原因があってっていうのではなさそうです。車内はね、あ、そうで、運転席はエスカレードよりもタンドラの方若干広くて、左足の前に左タイヤのホイールハウスがあるんだけど、エスカはもっとグッてホイールハウスが出てたんだよね。だから左足だけこう、なんていうのかな、奥に足いけないみたいな感じだったんだけど、これはね、かなりホイールハウスがちっちゃくて足を前に出せるんで、かなり広いかな。もう一個知らなかったのが、これね、電動調整なんですよ。このステアリングの位置がね、この上下と前後と電動で動いてくれるんで、これも結構ね、個人的にはぴったりのポジションに合わせやすくて、なかなかいいかなっていう感じでした。まあ、でかさはエスカとそんな変わんないかな。幅もほぼ一緒だし、まあ、高さもほとんど変わんなくて、前がちょっと20センチエスカより前後長がね出てるんだけど、そのぐらいの差はとりあえず今日ね高速運転した限りではもう全然感じないぐらいかな。車検対応で今フロントのカメラ映してるんですけど、ポチッとするとこんな感じで右前を映してるんですよ。ミラーの下って言ったらいいのかな、右フロントタイヤの右側みたいなのがあって映したり、前が映したりってあるんだけど、このカメラはやっぱねめちゃくちゃ便利でした。前のエスカついてなかったんだけど、これはね使いやすいなっていう感じで、切り替えはここにねボタンがあって、ここをポチッとすると切り替わるっていう感じです。まあやっぱりね、エスカより年式新しいっていうことで、いろいろ進化を感じてだいぶ乗りやすいし、やっぱレーダークルーズコントロールがもうめちゃくちゃいいね。そんであとね、ガソリンがいきなり120リッター入ってるってのは結構ビビってんだけど、満タンだったらね、本当何リッター入るのかなっていうところで、まあ、ちょっとそこも今後検証していきたいかなと思います。ということで、100キロ走ったファーストインプレッション、下車。この後はちょっとね、機能紹介とか、していこうと思うので、引き続きぜひご覧ください。頑張れ。